地球温暖化について考えるキャンペーン 1.5 度の約束です。私たちに馴染みのある牛が地球温暖化を進めていると悪者扱いされているのをご存知でしょうか。牛は悪者じゃない。北海道大学の研究チームの挑戦です。のんびりと草をはむ牛たち。ビル群を望む北海道大学の農場です。ゆっくりくつろいでる牛がいるんですけど、飲み込みました。戻してきますよ。湧いてきた。吐き戻した時にゲップがバーッと出るわけですね。そこでメタンガスが大気中に出てしまう。牛のゲップで吐き出されたのは、胃の中で食べた草が発酵して発生したメタンガスです。地球温暖化の原因である温室効果ガスの一つで、その強さは二酸化炭素のおよそ25倍と言われています。牛1頭が出すゲップは温室効果ガスで換算すると自動車 1.7 台分に当たります。国連も牛のゲップによるメタンガスの悪影響を指摘。3年前にはこの人が、やっぱりステーキ食べたいですね。毎日でも食べたいね。気候行動サミット出席のため滞在していたニューヨークでこう発言、批判を浴びました。牛悪いからもう牛の数減らせとか、畜産もやめたらどうだとかっていうような意見があるんですけども、メタンガスさえ減らしてやれば、今言われているような牛は悪者だからなくしてしまえとか、ミルクとか牛肉食べるのやめようとかいう話にはならない。小林教授は2010年、出光興産との共同研究でカシューナッツオイルを配合した餌を与えた牛がメタンガスの排出を最大4割削減したことを突き止めました。検定したい素材を入れて、牛から取ってきた胃液を注ぎ込んで24時間培養すると、この上のガス層のところに発酵ガスが溜まってくる。ここに溜まるメタンが少なくなる素材を探しているんですね。現在小林教授らは道内外の研究機関などとプロジェクトチームを結成。プロジェクトではカシューナッツオイルよりも優れた餌の研究や、牛に飲み込ませて胃の発酵状態をリアルタイムで観察できる装置の開発が進められています。さらに個体によってもともとメタンガスの発生が少ない牛がいることを発見、その牛の胃の中にいた微生物の分離培養にも成功。メタンガスの発生が少ない牛を増やす手がかりにと期待されています。プロジェクトは内閣府の事業に採択され、2050年までに牛のゲップによるメタンガスの排出を8割削減させることを目標にしています。今酪農ってすごく厳しい状況にあるんですね。酪農家が廃業される、個数が随分増えてきてまして、今やってることで、近い将来、かなり形勢は良くなりますよっていう夢のあるようなお話をしないといけないし、特に牛の栄養学をやってる僕らの科学者の責任かなっていうふうに思ってますね。人と牛との持続可能な未来を最先端の科学で実現しようとしています。